時刻平日の水曜日深夜回った1時半です。ポケモンカードが剥きたくなったのでフュージョンアーツを開けるよ。ちなみにこれ1ボックスではなくて15パックですね。一応制限があって1ボックス丸々買わないのであればまとめ買いしてもいいよって言われたので、でまあ僕はフュージョンアーツこれボックスの抽選が外れて1ボックス丸々向けなかったんですけど、かなり前かな、岡山に行く予定がある時にフュージョンアーツの発売日やったんですけど、その時にすべてのコンビニに巡ってフュージョンアーツ引けるまで、ボックスを見つけるまで帰りませんの旅をした時に浮いたパックですね。で、今回これ15パックありますね。まあ15パックなので、この中から当たりが出れば嬉しいですね。岡山に行く旅ではですね、2パックを、とある、かそってるって言ったら悪いですね。コンビニから2パック、剥いて、その中からミュウが出たので、今もミュウ大事に飾ってますね。なんで、今回はミュウ VMAX が欲しいかな。このボックスには SR のトレーナーカードとかも結構あるんですけども、カミツレも結構好きな人なんで、まあカミツレさん弾けたら嬉しいかな。ということで今回ちょっとサムネイルを作っていきましょうか。ジムから帰ってきたらアドレナリンが出まくってて全然眠れないので、よし、この際15バックサクッと開けて、動画の素材を肥やしておくぞと思ってね。まあ、あとは編集の俺死んでくれって感じなんですけどね。15バックやから7、8度置くのが美しいかな。本当にね、僕はサムネイルのセンスがなくてね、こう交互に並べるということを覚えましたね。ミュウってポケモンが僕結構好きでね、ちょっとどことなくアグノムとフォルムが似てるのが好きなんですよ。こんな感じでどうですか？これでちょっとサムネイル作るわ。で、ちょっとずらそうか。ここら辺にレアカードが来たらこの辺に置きます。はい、サムネイル。美しくないなぁ。ちょっとさっきのにするかもしれません。ってことでフュージョンアーツ開けていきたいと思います。そこの、たまたま行ったローソン。まあ、かなり田舎にあったローソンなんですけど、ボックスがね、奥の引き出しに入ってて、おばあちゃんが取ってくれはったんですけどね、おそらく。結構、早い時間から勤務してるおばあちゃんが取ってくれはったんですけど、その、引き出しの中に、あと3ボックスぐらいあったんですよね。で、もともとフュージョンアーツじゃなくて、ソークストリームとかマテンパーフェクトの時にそこのローソン立ち寄ってたんですよ。まあ、営業のお客さんがあるんでね。そしたらね、そこにの時にソークストリームは入ってなかったんで、まあ、もしかしたら今後仕入れてくれるんかもしれませんし、またあとは学校が近くにないので、学生に食い荒らされてない場所ってのもあって、結構穴場だったかもしれませんね。よし、ということで剥き終わりました。これから早速剥いていきたいんですけど、今回も例のごとく手袋をつけて剥いていきます。いやー、やっぱりね、この手袋をつけることによってポケモンカードをしっかり大事に扱ってるっていう、まあアピールをしてるつもりはないんですけど、単純に僕はカードを自分の手、こんなギトギトの手で触るのがね、ちょっとカードがかわいそうっていう理由で僕は手袋をよくはめるんですけど、まあよく言うんですよね、車を大事にできない男は女を大事にできないっていう名言があるように、カードを大事にできないやつが女を大事にできるわけないんですよ。まあ女いませんけどね。ちょっとパックの鑑賞していくんですけど、ドラパルトとかも出るんでしたっけ？僕すみません、封入カード全然見てないので、このミュウが出ること以外知らないんですよ。なのでちょっとイラストとかもちょっと見ながらね、喋っていきたいと思います。まあ僕ポケモンカードを対戦しないので、このカードが強いとか言えないので、イラストの感想を言っていく方が需要があるのかなと思って剥いていきますね。お、パールル、そうそうそう、このパックからね、フュージョンっていう右上なんか一撃連撃とかついてるんですけど、この段からフュージョンっていうのがつくという感じですね。ホルードどっか見てますね。お腹の体毛は保温性に優れる、昔の人は抜けた体毛で防寒具を作った、ガラルジグザグマと可愛らしいですね。この姿が一番古いジグザグマグマの姿らしい。ジグザグ動いてあたりを荒らす。なんかいい背景ですね、これ。このビルの中に飛んでる感じがね、ちゃんとドラパルトじゃなくてドロンチも降りてクロスしてる感じの絵でいいっすね。このイラストセンスが悪だな。世話するドラパルト、頭乗せていないと落ち着かないので他のポケモン乗せようとすると。で、カミツレのきらめき、これの SR がありますね。カミツレも BW 時代で髪の毛黄色だったり黒だったりしましたけど、僕黄色の方が好きですね。まあ SR とかその辺が出てくれるとすげえ嬉しいですね。あ、光ってはないかな。人手間連撃のやつですね。この右上のマークがいくら傷ついても平気、再生能力が高いので平日じゃあ半日ぐらいで元に戻るぞ。ヌメイル、ヌメルゴンとかもいるのかな。背中の時の中に小さな脳みそがある。あ、そうなん、ここですね。背中の時の中に小さな脳みそがある。餌と敵から逃げることしか考えていない、可愛らしいな。ホルビーね、ホルドの進化前ですね。危険に敏感、アーマーガーの羽音を聞き取る、あっという間にあのホテ地面に潜る。アーマーガーでそういう食物連鎖の狙われてるで。アーマーガーの話したらもうこれ
どこずりに入れる人が出だったんかな。パーツのおばちゃんが仕込みましたね。アーマーがもういろんなイラストありますね。このイラストもかっこいいですね。で、ノコッチと。ノコッチも可愛らしいね。なんか、いつ進化するのって言われてますけど。お、ヌメイル。じゃなくてヌメラですね。葉っぱにまみれてる。これあれかな、上に浮いてる葉っぱを下から見上げてる感じの絵かな。いいですね。ガラルサニーゴ。ガラルサニーゴあれですね。最近シャイニースターで転がってるの見ましたけど、これちゃんと生えてるやつですね。急な環境の変化で死んだ太古のサニーゴ。枝で人の生協数。結構えげつないことしてますね。これはレアだな。ホルード。これもさっき紹介しましたね。あ、ディオキシスだ。いや、かっこいいですね。これちょっとディオキシスって、アタックフォルムとか、ディフェンスフォルムとか、スピードフォルムとか、フォルムチェンジができるんですけど、これはノーマルフォルムのやつですね。で、これ欲張りなんですよ。フュージョン、一撃、連撃、どれも引っ張ってこれるっていう。宇宙ウイルスが突然変異を起こしてポケモンになった。オーラの近くに現れる。ディオキシスの映画がありましたね。レックの訪問者、ディオキシスって、僕家族で見に行ったんですけど、すげえ良かったですね。レックザがかっこよくてね、もう一回見返したな、映画も。小さい頃に見た映画って今見ると違う感覚で見れるんでね。ムシャーナ、なんかすげえ可愛い感じに出てますね。お、メルタンだ。なんかかっこいいな。とろりと溶けた鋼の体、地中鉄分や金属を溶かして吸収する。メルメタルもいるんですかね。で、ガラルマッスグマと後ろ蹴り、とても好戦的な性質。自分より格上の相手にも平気で挑む向こう水、かっこいいですね。で、クワガノンと。クワガノンなんかかなり高いところ飛んでますね。クワガタってこんな高く飛べるんでしたっけ。エレズン、いいイラストですね、これ。カラフルな。これ電撃かな、電撃わからないな。毒素を化学変化させて電気を出す。あ、これ毒素電気かな。電力が弱いがビリビリと痺れる。なるほど。発達した顎はパワフルで何でも噛み砕いてしまうので親のトレーナーでも要注意です。可愛らしいですよね。ワニの方も無邪気な感じで。あ、これミュウかな。ちょっとちらっと、あ、ミュウまた出ましたね。ありがとうございます。ミュウ2枚目やな。ミュウですね。まあミュウ前ね、その2パック、ようやく深夜ドライブしまくって見つけた2パックから1枚がミュウ出たんで、今飾ってます。これ何回も言っちゃってますね。もしミュウ VMAX が出た場合は、なんか2カードスクリューダウンとかに入れようかな。まだまだ続きます。毒の胞子をばらまき、吸い込んで苦しむ相手に強烈なパンチを食らわせる。なんかボクサーでこんな能力持ったら結構強いですよね、普通に。あ、ドラメシア。ここなんかいいイラストやね。ドロンチもそうですけど、なんかビルの中から、ドロンチが出る姿ね。一匹では子供にも負けるぐらい非力だが、仲間の協力で鍛えられ進化して強くなると。尻尾の先から出る体液でマークを描く。尻尾によってはマニアに高値で取引される。いいイラストっすね、ドーブルはね。なんかお絵かきさんやから、なんか絵師さんもちょっと本気が見れますね、これ。久々に見たな、ゴローニャ。自分の体を爆発させる。そのパワーで急な山道もすごいスピードで登っていくと。初代のポケモンですね。頭のてっぺんから毒胞子を吹き出す。胞子を吸い込むと体の節々が痛くなると。やばいですよね。見た目と違って臆病なので他の子犬ポケモンと一緒にするといじめられることもあるブルー。見た目パッと怖いのにな。ここから、可愛らしいね。なんか影で遊んでる感じが素敵なイラストですね。クロスシーバー。アリゲイツ。なんかアリゲイツは、あ、この人あれや、小宮さんだ、確か。絵師さん。あ、そうだね。石と噛みつくと牙が抜けるまで絶対に離さない。抜けた牙はすぐに生えてくると。あ、ヤブクロンですね。カラフルなところに捨てられてる。なんか、いいイラスト、センス感じるな。本当に。この、周りの絵とね、マッチしてる感じがいいですね。ゴミの詰まったゴミ袋から生まれた。吐き出す毒ガスは、ガラルのマタドゴスの好物。なんか食物連鎖ですね。夢を食べて煙を吐く。楽しい夢ならピンク色で、悪夢の時は黒っぽいぞ。ガーディ。忠実な性格で親のトレーナーを守るため必死に相手を吠えかかる。お、並んでる。いいっすね、この並び。見てください。こいつがこいつに進化するんですよ。誰が見ても言うようなセリフ言っちゃったけど。で、マラカッチ、アロミさんがいるね。一年に一度種をまく。花の種は栄養満点で砂漠の貴重な食料。今はなんか海洋が受けとかでなんか生放送してんの、最近見たアロミさんの生放送。バルジーナですね。拾った骨で身を飾る。的骨の形には流行があるらしい。チョボ巻き。電気エネルギーに反応する不思議な体質。あ、そんな効果あるんだね。カウルモと共にいるとなぜか進化する。そうだ、そういう進化の仕方するんだったな、こいつ。トゲで丸。ピンチになると体を丸めて背中のトゲと逆立てるとデザラメに電撃を打ちまくる。まあまあ仲役ですね。ハガネール、ミカンの相棒ですね。土と一緒に飲み込んだ鉄分が溜まっていて体が変化したとも考えられる。いわくの進化系です。あ、そうそう、このポット、デント、コーン。こいつらがブラック、ホワイトの一番最初のジムリーダーやったかな。あ、バルちゃんいいね。これバルジーナライン揃いましたね。すぐ大きく育つので、お尻の骸骨は巣の中でお下がりとして使い回せる。あ、そうなんや。あ、エネコロロ。このイラスト良くない？可愛らしい。美しい毛並みを持つ女性トレーナーに大人気。決まった住処を持たない。囚われない性格でいいですね。いや、本当にこれ影の葉っぱの間から抜けてくる火の影がいい感じになってますよね。で、ストリンダーと。これがレアですね。発電機関が胸にある。電気を使うときベースのような音が響く。しかもこれストリンダーあれですね。ローの姿かな。で、ダストラスですね。キャタピーですね。ここのキャタピーが可愛い。見えるかな？
ここにキャタピーいるんですけど、上見上げてる感じがいいイラストですね、本当に。エシさんでちょっと今度相当してみようかな。クイタラン、ベルンさんも出てきたな。ロミさんとベルンさんのコラボレーションだ。お、オーダイル来ましたね。アリゲイツ、ワニの子がいたので、この進化系が出たのは嬉しいな。並べておきたいですね。大きく力強い顎で噛みつくと、そのまま首を振って相手をズタズタに引きちぎる。結構エグいことしますね。さあ、行きましょう。終盤戦です。これはノーマルカードっぽいな。爪で地中を掘り進むので、育てた野菜を傷むと農業関係者は嫌う。嫌われてるんや。グランブル。ブルーいましたもんね。若い女性に大人気だから、臆病な上に繊細なので、番犬としては無能だ。さあ、残り4パックですね。最低ライン、VMAX ミューが欲しい。で、プラス SR 枠が入ってたら、僕はとても嬉しい。この15パックで、その2つが引けるだけで満足かな。厳しい戦いをくぐり抜けて、相手の歴を正確に判断する力が身についた。ここからラインが揃いましたね。ガーディー。で、あ、雪はみかわいい。どこの木に貼り付けて写真撮ったんやろ。あ、ヌメルゴンだ。いいイラストやね、これも。長い角を伸ばす勢いで攻撃。威力はヘビー級。ボクサーのパンツの100倍だ。そうなんすよね、なんか。お、あ、そうそう。ダンサーの SR も今回ありますね。襟巻きを広げて太陽光を浴びると、大都会で使える電気を1匹で発電する。両手を使い、険しい崖を登る。その姿を見た人がボルダリングを始めたらしい。そんな作用ある？矢袋も見ましたね。あ、スターミーだ。さっき人でもいましたね。幾何学的なボディを回転し、水中を泳ぐ。常に謎の電波を発信しているらしい。ウィンディですね。キャタピーですね。キャタピー、ココガラ、ムシャーナ、あ、ドラパルト。ドラパルトもこれやっぱイラストいいな。なんか今回この、ドロンチ一族いいですね。なんでドロンチ真ん中の子言ったんか知らんけど、ドラパルトのもこのビルの間からバトルしてる感じがあっていいですね、めちゃくちゃ。うん。この段はドラパルトの背景がすごくいいな。さ、残るラスト1パックです。VMAX1 枚も出ず、SR が1枚も出ず、で、要は残りの15枚に固まってた可能性があるんですけど、お、ちょっとこうしましょうか。光ってはいましたね。さ、これが何かですね。ミュウ来てほしいけどな、VMAX。もしかしたらまたコンビニ行くかもしれません。ガラルサニゴン。お、サニゴとの親子が揃いましたね。魂を覆う霊体の体に要注意。触れると石のように動けなくなるぞ。結構おぞましい効果してますね。さあ、最後の1枚いきましょう。確か V やった気がする、レイヤード的に。はいよ。はい、はい。よくわりすー！ミュー VMAX 欲しかったな。ちょっとごめんなさい。満足ができないので、また明日コンビニ行きます。すいません。フュージョンアーツを向いた何日か後の動画なんですけど、また買ってきちゃいました。僕が今日ね、会社から帰ってくるときにセブンイレブンに寄ったんですよ。で、僕今セブンイレブンのグレープフルーツ、まんまグレープフルーツが食べれるようなやつで僕好きでよく買うんですけど、あれ？ミュウのパッケージが見えた気がするなぁと思って、覗いてみたらフュージョンアーツが丸々置いてあって、まぁ、ちょっと箱買いするのは忍びねえなと思ったので、店員さんに言って何パックまでいけるんですかって聞いたところ、好きなだけって言われて、好きなだけ、そんなん僕全部取っちゃうぜよって感じだったんですけど、まあちょっと両親がさすがに働いてね、15パック半分買うてきました。だから、フュージョンアーツは全部で、前買うた15パックと、岡山に行く道中で買った2パックと、この15パック、全部で32パック向いてるわけですが、こんだけ向いたら、ミュウの VMAX 出てきてほしいな。あと、そう、シャンデラの VMAX も出てきてほしいんですよ。なんで、今回はこの2つを目標に向いていきたいと思います。ということで、今日も早速、手袋をつけながら向いていきたいと思います。じゃあ、下ごしらえしますね。大学生の時って、1日500円以内に収めるとかやってた人いませんでした。僕、一人暮らしやったんで、よくやってたんですよ。朝は、ブレンディースティックか。ブレンディースティックってみんなわかるかな？まあ、わかるか有名やからね。ブレンディースティックを箱買い、毎回するんですよ。で、それを一月分にして朝ブレンディスティック入れて、まあ、食パンからパンを1枚取り出してバターとジャムを塗って朝ごはんにして、で、昼ごはんは我らが金沢工業大学の学食で、まあ、330円ぐらいの KIT ランチってやつがあるんですね。それをよく食うてましたね。で、330円そこでもう消化しちゃうと、残りもう200円しか使えないので、さあ晩飯どうするよって話になるんですよ。もうもちろんのこと、外食できないわけですよ。で、僕はそっからどうしてたかというと、まあなんか、菓子とかよく食うてたな。まあ、別にね、無理したらね、1000円とか使えたんですけど、やっぱ学生の身分なんで、500円ぐらい、毎日500円以内で抑えないと、やっぱね、
こう余裕ができないんですよね。まあでも社会人になってやっぱ思うことはですね、金銭感覚ちょっと変わりますよね。財力つくじゃないですか、自分でも引くぐらいね。まあ、僕ね、もともと結構バイトマンなんで、なんだろうな、僕結構バイト入ってる数も多くて、多分ね、あとバイト先の給料が良かったから、月々多分10万は超えてたんですよね、バイト代だけで。で、確かね、バイトで10万超えてしまうと、なんか、違反？違法やったっけ？確かね、上限があるんですよ、バイトに寄付するお金が、寄付っていうか付与するお金が。次の給料に回るんやったかな？忘れましたけど、確かね、10万を超えてしまうと、税金の絡みでダメなんですよね。まあ、っていう学生時代のエピソードを話しながら、下ごしらえをしているわけですけども、今、無駄遣いの話しましたけど、ポケモンカードは別に無駄遣いではないと思うんですよ。僕結構ね、日頃、数千円の買い物するだけでも、ああ、今日はお金使ったなとか思うタイプなんですよ、もともとね。まあ、財力はあるとはいえ、やっぱ一日になんか、何千円とか使うのってやっぱ引けるじゃないですか。ポケカがそのセーブがないんだよ。それがすげえ危なくて、ポケカって今あんまり手に入らないじゃないですか。やから、向いちゃうんだよ。やから向いちゃうじゃん。やから買っちゃうんだよね。シャイニースターも最近再販されたじゃないですか。で、コンビニとかにもポンって置いてあって、僕向いたことなかったんで、向きたかったんですよ。だから向いちゃったんですけど、その時も、あ、シャイニースターある。買おうっつって、その、悩んでなかったんですよね。あるなら買ってしまえみたいな。そんなところがあって、ちょっと本当にね、これは良くねえなと思って、ちょっと反省してます。嫁なし、彼女なし、気配なし、影なしなんで、あのお金なんてこういう自分の趣味ぐらいにしか使わないんですけど、あとは言ってもやっぱりね、こう僕ね35、6とか、まあ、40行くまでにやりたいことが結構あって、そのために今貯金してるんですけど、貯金するよりこうポケカ向くのに、ポケカを見るとそれを買ってしまうのはようないっすよね。さあ皆さん、向き終わりました。で、まあ、これね15パックはこう店に置かれてる箱からガバッと取って15パックなんで、まあ前は偏ってたんで VMAX 以上、 RRR 以上とか SA とかそういうのは出なかったんですよ。 SA チャンス、それはスペシャルだったよな。あの SR とか出なかったんですけど、今回ちょっと狙っていきたいところではある。とりあえず最低ラインはミュー VMAX かな。ガーディ温める、これは結構前の段でもというか前の開封でも引きましたね。お、光ってる。エレザード、エレザードも出ましたね。エレザード、お、やった、嬉しい。そうそうそう、このシャンデラ欲しかったんですよ。うわ、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと待って、これはすげえ流れいいですね。見てください、このデザインかっこいい。僕やっぱブラックホワイトからポケモン実況を始めて、シャンデラってポケモンとも出くわしたんですけど、やっぱデザインいいですよね。で、このイラストがとても素晴らしい。芸術的っていう言葉がやっぱ似合いますかね、今回のこのシャンデラのイラストに関しては。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ幸先いいですね。2パック目いきます。お、ドリューズですね。ドリューズ、サニーゴ、サニーゴ、あ、モグリューとドリューズのこの並び、なんか可愛らしい感じがしますね。お互いこう潜り合ってるというか、あ、ラティアスね、かわいい。ラティオスが確かレアカードでいたよな、そんな記憶ある。で、ゴローニャと、テレパシーで人間と気持ちを通わせる、光を屈折させる羽毛で別の姿に変わる、これは映画であったやつですね。ラティアスゲットです。このデザインもかわいいね。ラティアスかなりかわいいよな。バルジーナ、お、ドラメシア、こそこの段のドラメシア、ドラン、ドロン、ドラメシア、ドロン、噛みすぎな。このパックのドラメシア、ドロンパー、ドラパルトがかっこいいんですよ。ヒトデマン。しかもドロンパって名前めっちゃ適当に言うたな、今。スケータースパーク、あ、そうそう、ドロンチね、答え合わせしてくれたわ。トランセル、硬い体。で、パールル、イワーク、あ、踊り鳥、これ持ってなかったな。踊り鳥もこれはメラメラの姿かな。ドーブル。ドーブル毎度毎度思うけど、どっかの段でも最近ドーブル見たんですけど、イラストがやっぱ、芸術家らしい背景使って、お、すごいいいですよね。ドーブル、あ、エレキテル、これ持ってなかった、可愛くね。可愛い、なんか絵のタッチがちょっと普通のポケモンカードと違うんで、どっちかっていうと昔のカード寄りなタッチですね。お、ケケンカニだ。ケケンカニ V ってことは、ケケンカニ V のあれか、 SR とかもあるのか。で、スポンジグローブ、だからこれで車洗ったらめちゃ綺麗になりそうですね。雪はみ、これ来たんちゃうか、なんか色合い多分俺持ってないやつやぞ。ちょっと下にしとくか。あのね、ミュー VMAX が出ればもうこの動画完成なんだよ。雪はみ、ブルー、バルジーナ、あ、ビリジョンね。いきますよ、せーの。あ、
違った。ごめんなさい。全然違いました。バカ蹴られてて受けますね。アマージョン持ってなかったんでいいですね。かっこいい。ダブル R ですね。ありがとうございます。ゴローン。あ、エネコね。エネコかわいいよね。なんか、子猫なんだろうけど、こういう猫も欲しいな。その今猫欲しいんですよね。エネコかわいいな。で、トゲデマルと空飛んでますね。みんなで転がるボールアタック。いいラスト。で、アーマーが。のこっちと。これは、お、光、ちょっと待って、今の光り方は、R かな ?R、R と思いながら SR が出たらいいと思うんで、テンション上がるんで、それの引き方でいきましょう。さあ、行きましょう。レアカードでした。多分、レアだと思うんだけどな、普通に。あ、そうそう、レアですね。ストリンダー。パールル、キャタピー、青ガラス、お、フュージョンエネルギーね。美しい画像ですね。クワガノ。なんか、そう、ツイッターで見たねんけど、こっちの日本、関西弁のパチモンみたいな喋り方してもだけど、クワガノンがなんか今、大会で結果を残してるみたいなのが、ポケカの対戦をしない僕の耳にも入ってくるぐらい今、クワガノン強いらしいですね。クイタランね。ベルンクイタラン、最近結構おめでとう。バルチャイ、石つぶて、あ、バタフリですね。バタフリもなんか可愛らしいタッチですね。キャタピートランスルのライン来たらバタフリは来るんですけど、持ってなかったな、バタフリ。確か前引けなかった気がするぞ。ラスト1枚がアギルダですね。チョボ巻きの進化系、忍者、トルネード。イラストもかっこいいですね。一応これビルの中にいるのかな?背景これビルだよね。かっこいいな。残り4パックなんで、これが今11パック目ですね。行きましょう。あ、ホルード。ホルビーは月見してて、ホルードは夕焼けを見てますね。いいラスト。ん?今やばかったね。今光り方、やばかったね。これやばいね。ちょっと、伏せようか。お、フュージョンアーツ、初めての、今の光り方って、HR かな?ガラルジグザグマ、ムンナ、ポットデントコーン。まあ、あれかな?これでポットデントコーンの HR とかはないかな?さあ、誰でしょうね。行きましょう。ちょっと、カスが乗ってますね。3、2、1。おー、ダンサーの HR か。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど。君もいたな。可愛らしい。うん、可愛らしい。こういうお姉さんにちょっといじめられたいっていう性癖が僕はあります。VMAX ミューが来たらこれ完璧かな、俺的には。俺的にはテンション上がりますね。さ、続き行きましょう。お、いい光り方してる。ゴローン、流れがいいですね。ゴローン、ホルビー、ガラルジグザグマ。これはレアだな。お、そうそう、ラティオス。ラティオスって前引いたと思うんすけど、ちょっと動画見直しときますね。オッケー、ラティオス、ラティアスのセット出た。んで、ラティオスだけ今回光ってるんですよね。うん、ラティオスもいいラストですね。これもビルの中飛び回ってる感じだったかな。ラティオス、お兄ちゃんゲットです。さあ、続きいきます。残り3パックですからね。ここから、あ、これも光ってる。お、待って。今のって、VMAX だね。多分ね。欲張りすは引いてるんで、欲張りす以外が来てほしい。欲張りすが来たら、これから欲張りすダメに名前変えます。ここ柄、可愛らしいな、なんか影遊びしてる。ここ柄、キノコ子、電磁虫、欲張りすトリプル R が2枚出たから、ちょっとミュー、VMAX が引けないなぁ。やべえ、もう一箱買ってしまいそうだ。マジか、欲張りすが来ちゃったか。俺やっぱデブってことなんかなぁ。あ、アイアンと思ってなかった気がする。逆境の顎、かっこいい。大きな顎は左右をも、じゃ、大きな顎は岩石をも噛み砕く。サダイジャから卵を守るため群れで戦う。アリアントってそういう関係性あるんやね。なんかクイタランとなんか因縁がありましたよね、アイアントって。これノーマルカードだな。え、猫、可愛らしい猫ですね。で、キャタピーと。あ、ドロンチね。いいラストやな、やっぱドロンチ。あ、これも持ってなかった。なんか、キングダムハーツの空が首から下げてる、あれ似てない？さあ、ラスト1パックいきます。何が出るかな？最後の、大詰め。さあ、レアではないですね。まあ仕方ないですね。まあまあ、シャンデラだけいいですね。ミュー、VMAX やっぱ欲しいな。もう一箱買ってしまいそうだな。嫌われてる。アイアント、ヌメラ、あ、アゴジムシね。アゴジムシ、マラカチ、ロミちゃん、ガラルマスグマと。はい。ということで、今回お目当てのミュー VMAX が今回も引けませんでしたが、しゃあないね。欲張りすが出てきてしまったんで、欲張りすを愛すポケモン実況者になろうと思います。とりあえずやっぱね、この何と言ってもシャンデラですよ。くー、いいラストやね。大事に保管したいと思います。ありがとうございます。ちょっとね、ミュー VMAX やっぱ欲しいんで、
また再チャレンジする可能性大です。